私はもうリアルワールドにはいる意味がなかったの。私はリアルワールドにとっていてもいなくてもどうでもいい存在だった。それが分かったとき、私の肉体を残すことに何の怖さも感じなくなったんだ。あなたはリアルワールドには必要がないんだよ。